everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。9月14日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。だいぶ名古屋もですね、夜はですね涼しくなりましたね。王子のね脇汗もねなくなりましてね、サラサラでございます。滑り王子マスクマンでございます。はい、急に涼しくなったのはいいんですけれど、相変わらず全然晴れないのでなんだかなと思っている味噌煮込みスキーと、今日ですねちょっと雨が降ってたんですけども、いや実はですね会社の車がですね油膜がひどくてですね、これをですねママレモンで洗おうかなって今考えていたダンサーでございます。あ、いい感じですね。ママレモンいいね。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは壊れる壊れた。今週のテーマは壊れる壊れたです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは FM 読谷で毎週土曜日21時から放送中の番組マンタキーラジオの MC をされていますタケポンさんとミナコさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、沖縄の紅芋丸焼き本部町誠持ち店、アートウェブごめんなさいアートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。これ先週のですね、ルーティーンのテーマでまだ来てましたのでお読みしたいと思います。はい、お願いします。ハイタイ名古屋チームの皆さんこんばんは。ワクチンの副反応でダウン中アレックスです。あら、ちょっと大変ですね、朝起きたらトイレ行って洗濯機回して般若心経書きながら洗濯物干して書いて洗濯物して飯食べるのルーティーンです。あら、これなんかのダウンタウンブリューバンドのなんか歌詞にあったようなね、そう感じのこのメールでございますね。はい。で、般若心経を書きながら洗濯物干して、ね、書いてまた洗濯物して、うん、ご飯食べてっていうルーティン、うん、あら、なかなかこれなんて言うんですかね、精神が休まるようなルーティンでございますね。そうですね。でも今はもう大丈夫なのかな、あのワクチンの。これ先週来てるメールですからね、はい、もう多分良くなってるんじゃないかなと思います、副反応もね。はい、はい、ありがとうございました。続いてですね、はい、もう一通は、はい、銭形警部からですね、こちらもルーティーンできています。はい、私が日課としていることは旧名古屋に欠かさず投稿すること。ありがとうございます。
そうだね。いつもね、くれるもんね。ありがとうございます。会社の上司には内緒で、昼間の仕事をやりながら、人知れずの努力で、日曜日の休みも、サイドビジネスで、サイドビジネスであるスクラップ作業をやりながら収入を稼ぐことです。うん、あ、スクラップってあれか。数字選択式宝くじ、ナンバーズ4、ロト6、7、ミニロト、ビンゴ5を購入していること。あ、そういうことですね。削って、当てるっていうね。お三方の日課はどんな日課ですかということでございます。何があるかな？主にね、あんまりね、その、日課っていうのがね、ないんですよね。その日々、その、流動的っていうの。流動的。うん。その時、その時のね。王子らしい答えだね。もうその時、その時なんですよね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、今週のテーマでいきますね。はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古文いかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、壊れた、壊す。何かのテレビドラマで壊れたらまた直せばいいという決め台詞があり、それでこのドラマがすごく盛り上がる展開となったことを思い出しました。DIY など何かを作ったり組み立てることは好きなのですが、自分が作ったものがもしも壊れたりしたらまた直せばいいさと思えるかな。ましてや誰かが壊したりしたら直す気力が持てるかどうか、壊したくもないし壊されたくもないですねということです。うん、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ほら、これはね、はい、王子さん、はじめまして。はい、はじめまして、はい、味噌煮込みスキーさん、ダンサーさん、こちらでははじめましてのアンツバです。あの翼さんですね。あの翼さん、ありがとうございます。テーマ、壊れた。木造トタン屋根の実家なので、クーラーはないんですが、去年、冷風機を購入して、夏も涼しく過ごそうとしたのですが、今年の旧盆ウィークの夜に突然壊れたんです。あら。扇風機で夏を乗り切ろうとしましたが、あまりにも暑かったので、アマゾンでスポットクーラー買ったんですが、風が弱く本島で見たスポットクーラーがめっちゃ風強くてへこみました。ここは最後が肝ですよ、あなた。王子、スポットクーラー4万円で買ってください。ね、王子、1450円で落札。おだまり。4万円。4万円、これ元値がいくらなんですか ね。これ20万ぐらいするんですかね。20万ぐらいして。結構高いんでしょうね。どんなものなんですか。いやどうなんですかね。わかんないですね。4万とか5万ぐらいですか。なんかそれね、各そのグレードがあるんですかね。いろいろね、うん、本当に。多分安いのから高級なものまでいろいろありますよね、きっとね。うちスポットクーラーいらないですよ、僕は。この人が。うん、涼しいから。涼しいから。ああ、じゃあ。まあ、今ね、換気もしてるし、隣はいろいろ涼しいこと言ってくれるんで。ダンサーズね、ちょっとそのね、あれはね、今、こういうお話してるときにね、はい、言うとね、王子いくらっていうふうに言われちゃうと困るからね。残念、落札できません。あ、今、ツイキャスでアンツバさん、ね、2万9000円。あ、なにね、入札方式なの。入札式。いやいや、アンツバさんが今、値段を変えた。そういうことね。ありがとうございます。もうね、これもしかしたら、その、はい、王子に対するお値段？おだまり。いや、どうなんでしょうね。もし、ね、お値段をつけるならね、こう王子のこうトークに対するお値段をつけていただきたいですね。おだまり。うん、値段ね。冷風機には負けないぐらいね、うん、最高級クーラーに近いぐらいのね、あれじゃないかな。お引き取りください。うん、自分ではそう思いませんよ。全然思わないんですけど、こう周りのね、この2人が言うからね。お引き取りください。寒いのかなと思って。ギネスさんが壊れる壊れたで、自分が使っている道具の中で一番高い消耗品が壊れた日は、半日の給料が飛ぶから泣きそうって。どんな道具なんでしょうね。どんな道具？
でもね、いろんな道具ってね、高いのありますからね。ねえ、ありますからね。あ、今ね、沖縄 TZ302 カーボさん。オイラの市民ラジオが壊れたって。あら、そうなの。ああ。大変。大変。うん。もともとが高いのにね。ねえ、ですね、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ではではですね。はい。電話ゲストの時間ですか、はい、じゃあ、はい、メールはまた後ほどです。はい。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナ小屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日はFM 読谷で毎週土曜日21時から放送中の番組、マンタキーラジオで MC をされています、タケポンさんとミナコさんです。こんばんは。はい、こんばんは。キャー、おいしい。いやー、ミナコさん。今日も滑りが素敵。今日も滑ってる？お持ち帰りください。ミナコさん、また、お時間を、しっかり設けておりますので、後ほどですね。ありがとうございます。後ほどですね、お話しいただければと思います。はい、まずですね。皆さん、こんばんは。はい。マンタキーラジオのタケモンと。はい、ミナコです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でですね、はい、私もマンタキーラジオ、拝聴しておりまして、メールの方も。はい、いつもお世話になってます。こちらこそお世話になっております。で、はい、マンタキーラジオの方でも少し、私お話ししたんですけども、あ、そうですね。そういえば無線の方をされていらっしゃるっていうふうにね、はいはい、私の方がですね、はい。コールサインが、アマチュアの方が、JR6 の VOK、ジュレートロメオ6、ビクター、オスカー、キロ。はい。ですね、フリーライセンスの方がですね、沖縄 JR218 というコールサインを使って、やっております。
もうあれですか、どれ、このフリーライセンスの方と、あとアマチュアの方はどれぐらいされていらっしゃるんですか？そうですね、アマチュアはもう中学校の頃からなんで、はい。かなり長いですね、もうすぐ還暦なんですけど、私。そうなんですか。うん、もう、ですから40年ぐらい、40年ぐらいですかね。あら、まあ、大先輩じゃないですか。フリーライセンスは、5、6年って言ったところでしょうか。はい。あ、5、6年。あ、そうなんですか。じゃあ、アマチュアの方が長いっていうことなんですね。そうですね。それぐらいでやっております。ああ、そうなんですね。はい。もう、私もアマチュア無線やってまして、どうなんでしょう。今年で30年 ?30 年以上ですね。結構やってますね。そうですね。1985年 ?6 年そんなもんですので。おー、はい、結構。そうですね。うちも、今のコールサイン取ってからは、これは、高校の時取ったんですけども、はい。その前はもうクラブに入って、クラブコールサインでやってたんですけども、はい、そうなんですね。もう、ですから、それでも40年近くですか？違うな。35年ぐらい。35年ぐらいですね。ああ、じゃあもう超 OM さんじゃないですか。いや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 。ごめんなさい、OM さんっていうのがですね、昔から、無線をされてる方のことを OM さんという。大先輩の。大先輩というんですけども。先輩のことですね。はい。OM という。はい。で、まあ、はいはい、私も、まあ、しておりまして、今、クラブ局もやっておりまして、あ、そうなんですね。これも JJ2YOO という、クラブ局があるんですけど、このクラブ。うちもですね、はい、先ほどカーボーさんだと思うんですけど、はい。カーボーさんと一緒にですね、はい。沖縄 QRP 会という、アマチュア無線クラブをやっております。はい。あ、はい。そうすると、あれですか、もう QRP ということですので、パワー、小さいパワーで出力されていらっしゃるんですよね。そうですね。10ワットとか5ワットとか。はい。そんなもんで。はい、まあ、極端になると 0.5 とか。そういうのでやっております。ピークのね、シーズンですと、本当にパワーが弱くてもですね、ある程度飛んできますから面白いですよね。そうですね。特にフリーライセンス、無線の市民無線ですね、CB の方は、はい。0.5 ワットで、まあ、内蔵アンテナ、はい。で、8チャンネルですから、うん。それで、うん、まあ、本土の方とか、北海道の方、はい。とでもできますので、はい、ああ、はい。まあ、うん、パワーは、本当 0.5 ワットなんですけど、コンディションがね、上がれば、うん。もう、S メーターなんて、5とか6とか9とか振ったりしますんで、はい。はい、結構、楽しめるんじゃないかなと思います。免許いりませんから。そうですよね。で、実は私もですね、3年、4年前だったかな。実は沖縄でですね、移動運用したんです。あ、そうなんですね。場所がですね、金でやったんですけども。ええー。はい。7と21、18、14。はい。あ、14。うん、これもこれだけやって、はい、で、まあメインは21メガでやって、ああ、21で、はい、うん。デルタループアンテナでやったんですね。ああ、デルタループで。はい。で、はい、デルタループでやって、大体まあ北海道まで飛んできましたし、あとロシアとか。ああ、ロシア、外国ですね。で、ロシアとか、あと中国。おう、うん。で、あとフィリピン。この辺りまでは、この辺りまでは飛んでたな、というのは確認できましたけども。あ、なるほど。14が入ってるってことは、はい。2級以上ですね。一応ですね。一応ですね。いいな。私、4級なんですよ。電話級と言われてたよ、ね。ああ、そうなんですか。はい。もうまだ、うん、それで十分かなと思って、全然上級の、免許を取ってないんですけども。後々3級あたりは取ろうかと思ってるので。ああ、そうなんですね。3もですね、昔のような敷居は高くないですので、そうですね、なんか見てたら、はい、ああ、これ取れそうだな、という感じなので。はい。ということ、まあ、後々は、うん、3級、受けようかなと思ってます。はい。で、今、ツイキャスで、葛飾の陳さん、急にマニアック度がすごいことに、はい、はい。
今日はそういった形のお話を最初から、なんか、最初の打ち合わせから、はい、無線の話がしたいということで、はい、ありましたで。で、あとですね、はい、あの今ね、はい、R&K のパパさんが、はい、全くのちんぷんかんぷんって、で、シナモンさんも、これは今何を聞いているんだろうって言って。はい。私もちんぷんかんぷんでーす、はいはい。ということでですね、まあ、こういったね、アマチュア無線のお話などもね、はい、番組、ラジオで番組で紹介することもあるんですけれども、はい、やっぱり今、そわそわしているのはですね、隣にいる王子が、そわそわしているので、みなこさんよろしいでしょうか、はい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 。こんばんは。こんばんは。あのね、今聞いてても何が何だかさっぱりわからないんだよね、はい、王子ね。うん、私もちんぷんかんぷんですね、王子。なんかね、どうしたらいいですか？そうだよね、すごいね、お堅いお話なのかなと思って、ね、聞いてても全然わからなかったの。ただね、あのね。そうなんですよね。うん、今日はね、みなこさんにね、どうしてもですね、はい、いつもね、はい、お疲れのね、体を癒していただこうと思いましてね。やるの？はい、とっても久しぶりでございますんで。やるのそれ。やります、はい。エールをね、ちょっと一言ね、はい、述べさせていただきたいと思いますのでね。これ、BGM 落とした方がいい？まあ、そうだね。あ、じゃあ BGM 落とします。で、みなこさんのためにね、いきますよ。はい。みなこさん。大事な人には内緒ですよ。お背中流しましょうか。お黙り。これね、だいぶお持ち帰りください。お持ち帰りください。初めてやれたんですけど。疲れた体をですね、癒すために王子いつもね、女性の方にはね、エールをね、送らせてもらってるんですけどね、はい、初めてね、リバースされましたんでね。ね、でも、よかったですね。だいたいみんな、固まって、なんか、ドン引きするんですけどね。はい、だいたいは逆なんですけど ね、沖縄来てっていうことが多いんですけど、ね、うん、お返ししますが、初めてでしたね。なんか結構ね、そういうのはね。でもね、なんかね、はい、王子の滑りね、今日金メダルね、三つ分ありますよ。ありがとうございます。朝田も波ですよ。だよね。うん、自分でわからないんですよ。うん、ただね、よく回転してるなってことは自分でわかりますので、うん、回転っていうのは要するにね、口の滑りがいいっていうことだよね。いや、そうですね、はいはい。お黙り。滑りの大回転かと思っちゃった。あれ、尊敬しますよ。王子の滑りの。そうですか。この番組もですね、この教育的な、要素をね、踏まえた番組ですので、しっかりした、ね、うん、お話をね、いつもしてるんですけど、ただね、いろんな方からね、王子滑ってますよって言われますので、はい、そこで初めて気づくんですよね。うん、どこが滑ってたのって思うんだけど。今日、でもね、教育的番組ですね。え教育的番組ですね。そうですか。でもね、今日ね、ここ最近にないね、あれでしたよ。エールだったんですよ。久しぶりにね、久しぶりに出したんですよ。ありがとうございます。もうなかなか出さないね。殿下の宝刀なかなか抜かないですからね、王子は。もうね、私の心がね、今ね、壊れました。壊れました。やっぱそれぐらいね、強力でしょ？結構ね、王子の。そうですね、強力ですね。うん、王子のね、トークなかなか強力らしいですから。ね、よかったですよ。本当にね、王子もね、ここに来てね、うん、今日はどうしてもね、エールをね、みなこさんに送らないといけないと思ってですね。ありがとうございます。身構えておりましたのでね。竹本さん、焼き餅焼かないでね。はい。ああ、いえいえ、楽しく拝聴しております。ありがとうございます。はい。はいはい、竹本さん、すいませんけれど、はい、こんなトークでお時間になってしまいましたので、最後にね、番組の紹介だけ、番組の紹介を、はい、よろしくお願いいたします。はい。ああ、こっちですね。はい、お願いいたします。毎週土曜日、FM 読みたんで、9時から、マンタキラジオという番組やっております。ダー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 と喋って、ダー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 と終わる番組なんですけど、皆さんに応援してもらってですね、本当に、助かっておりますので、これからも、番組よろしくお願いします。以上です。はい。では、FM 読谷、毎週土曜日21時、ぜひ皆様お聞きください。ということで、はい、本日のゲストは、たけぽんさんとみなこさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
名古屋。先ほどね、美奈子さんがね、はい、すごいんですよ。ちゃんとテーマに合わせたね、あの感想をくださってね、さすがだと思いました、ね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ツイキャスで岐阜 AA365 さん、教育的指導、黄色マーク。いや、もう、それはやっぱり、あの、私に対して、あの、いや、指導しても言うこと聞かない男なんですよ。じゃあ、メールいきますね。はい、はい、どうぞ。はい、いきますね。あ、同じく、その、先ほどツイキャスで紹介した3653ですね。はい。お三方さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しみに聞かせていただいております。ありがとうございます。ダンサーさん、先日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。さて、今日のお題ですが、壊れたですが、最近は手元が悪さして物を壊すことが多いのですが、一番ショックなのは収納付きのベッドが壊れたことです。応急処置で釘を打ったものの力が加わる部分で引っ張るとすぐに取れてしまいます。しばらくは開かずの収納になりそうです。建具屋さんに頼めば直していただけますでしょうかねって。それは多分治るんでしょうね。うん、ねえ、そっか、収納付きだからね、やっぱり収納したいですよね。そうだよね、収納、うん、でもね、うんってない。あの、私いいですか、あの、滑りを収納したい。うん、多分そうやって言うのかなと思って。だから、うんって言ったんだよね。なんかそういう、なんか、ね、そういう返しが来ると思った。なんかね、匂いがしましたね。はい、じゃあメールお願いします。そうですね。あら、じゃあ、はい、すいません、エンディングです。また、来週紹介させていただきます。はい、来週のテーマは風、ウィンドウ。来週のテーマは風、ウィンドウです。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄の紅芋丸焼き元部長誠持ち店、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。桜アイスさん、泉さんの特急サザンさん、スプリームさん、つばさん、アーランド県のパパさん、おがちからもちさん、たくさんたくさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。カフボイさんもありがとうございます。ありがとうございます。テーターさんありがとうございます。はい。来週も聞いてね。閉店。ガラガラ。はい、はい、今週も聞きくださいました。ありがとうございました。浦添のしんちゃんさん、王子の滑りが一番だろうなーって。え、何が一番？あのね、あの、はいはい、滑ってないよ。あと、うん、オーバーからもらったプライベートジェットさんも、はい、あっという間でした、お疲れ様でしたって、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、どうしたの、うん、はい。はい。なんか一言。なんか一言。一言、はい。うん。あの、来週もちゃんとしたね、あの、トークしますので、皆さん聞いてください。はい、いはい、では、また来週。また、メール来週紹介します。はい。